普通のマスクを接触冷感以上に冷たくする方法がありますので、今からやっていきたいと思います。用意するのはナイロン袋1枚と保冷剤1つと、それと、マスクなんですけども、布製のマスクがいいと思います。それとこちらミントなんですけども、どんなミントでもいいと思いますけど、私はこのノースミントっていうのを使うことにしました。ではやっていきたいと思います。ではこの布製のマスクを開けまして、ミントですけども、あんまり振っちゃうと目がスースーするので、一滴程度でいいですと。そして保冷剤を中へ挟んで少しの間置いときます。仕事行ったり学校行ったりする前に少しだけこういうように置いてたり、お昼の時にちょっと置いてるだけでもものすごく冷たくなります。普通に保冷剤でするよりもこのミント効果がありますので、スースーする冷たさになります。よかったらどうぞお試しください。